菅原の5秒前から言ってくれる？あら。あ、カウントやらさせてもらいます。うんうんうん、いただきます。5秒前、4、3、2。昨日もうちょいでかかったやろお前。ゴーヤーもうすごかったこの番組は業界歴の浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。じゃあ後半戦、はい、じゃあ3人目の、はいはい、よろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあよろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあまず自己紹介から、はい、したいと思います。はい、はい、小林大樹です。はい、はい、年齢はまあ29歳。29歳で、まあ応募の企画としましては、まあさらばさんのコントが大好きで、うん、ありがとうございます。はい、まあ、YouTube でたまたまの爆弾魔の父、はい、あのコントがすごい好きでした。はいはいはい、十何分のやつね。その計算になるよなで、まあそんな私の企画ですが、うん、はい、はい、連打勝負というシンプルな、ほう、連打勝負ゲームですね。はい、それで、うん、負けたことが一度もないんで、あ、強いんや。はい、自称、まあ、令和の高橋名人とか、はい、あの人ね、ジグシャーリーさんだったり、はいはい、中京テレビさんのオードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんですっていう、はいはい、番組にちょっと出演してきまして、はい、まあ、その場で、まあ、ちょっと、まあ、実際にオードリーさんに勝ってきたという実績が、強さを見せるために、まあ、ここで一回ちょっと連打ゲームで勝負をしたいなと思いまして、はい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 、ちょっとじゃあお願いします。あ、携帯であんねん。はい、まあ、スマホのアプリで、はいはいはい、シンプルな連打ゲームです。うん、まあ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 、できましょう、はい、やってみましょう。はい、はい、いきますよ。30秒で、はい、用意、3、2。おお何どうやってあ、いいんじゃない、いいペースじゃない。あ、いいペースかもね。でもいいペースかもね。どっちやろな。来てるか、よしよしよし、200回いけ、よしよしよし、あー、はい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 、215回。まあまあいいじゃない。おー、しんど。ただ優しさはなかったけどね。いや、求めてへんやろ。俺は優しさであれしてましたけどね。さあ、これで215を超えりゃ、まあ、はい、215を超えたいと思います。令和の高橋名人ね。じゃあ、行きたいと思います。はい、おー、早いわ、おー、すごいわ。あー、早い。中指で行くでんな。そうそう、やっぱこうなんか、ね、こうこうやのやっぱりな。ですね、こう、うん、あーすごいすごい。あ、すごい。あ、これはいってんな。あ、これでもバテてけえんの。なあ。そうですね。こう体力との戦いにもなるよね。喋りながらやってる。余裕あるわ。すげえ。もうある。あー、はい。お、あ、もう。まあ265回。わあ。20回ぐらい多いわ。はい、どんな状況でも連打ゲームが強いということをアピールするために、うん、はい、いろんな状況でやろうっていう話でちょっと案を考えてきました。はい、で、まあ、一つ目の案が、今度は足をマットの上で連打ゲームをして、はいはい、足踏みをしながら連打ゲームをして、痛いと、痛いとこだけど連打を頑張るみたいな葛藤のもと勝負をしよう。はいはいはい、なるほど、まあ、単純ですね。はい、で、まあ、2個目が、うん、まあ、今度は激辛我慢です。あ、こちらは、まあ、デスソースとかをちょっと舐めて、はい、で水と連打ゲームを並べて、水を取るか連打を取るか。でも逆に震えて早いかもしれないもんな。確かにね、手を、ね、かきながら。で3つ目が、うん、今度はまあスマホのアプリじゃないんですけども、うん、ビリビリペンを連打しようとしよう。マジで嫌やわ俺。これはもう本当に単純に痛いか連打するかのこの葛藤を記録を。はいはいはい。ちなみにこう3つとも準備一応してるんですけど、ああ、どれかやってみよう。俺はビリビリペンは嫌やな。ビリビリペンで。ビリビリペンはビリってなってる間しか連打しちゃあかんってこと。どういうこと？その押すのとね。あ、これは誰かカウントしてアプリだね。いやー、いやー、これはどう。いやー、俺マジで嫌やねんな、ビリビリペン。本人から言ったら最初ビリビリペン。ビリビリペン。やるか。やりますか。はい。この3つでもね。はい。はい。はい、よーい、スタート。うわー、お前よう我慢できてるわ。いやいや、痛いやろそれ。痛い、いや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 、よう行ってる。いや、もういや、いや、すごいわ、お前よう行くわ。あかん。いやいや、お前、うわ、まだある。3、2、1、終了。何回？44。いや、怖、すごいわ、怖、汗が止まんない。え、やる？まあ、どお二人どっちかでも。まあ、じゃあもう袋そんの持ってんねやったらやろうか。なら袋がな。いやいや、俺マジで嫌やねん、ビリビリペン。
まあ、とりあえず行くわ、はい、じゃあ。うわ怖いわ。じゃあ行きます、はい、44回超える。じゃあいやこれもう死ぬでこれ下手しほんまに。じゃあ行きます。よーいスタート。あ痛い痛い痛い。そうやんな。あーやばいやばい。あかん。ようやったなお前。あーいだってつつしよう。うわあかんあかん。お前よーまずお前よー行くわ。なれて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 すごいね。後半型。えそれ電気来てんの。来てるよ。めっちゃ来てる。あー行ってんぞおい。行ってるよ。すごい。すごい。63。もうあれよ。麻痺はしてくるわ途中で。もうわけわからん。1回目がやっぱ。1回目一番痛い。うわすごいわ。来てるわ。いやでもなほんまもう10超えたらもうあんまりそのもう痛いというよりは。うん。まあ、一発目は怖いな。はいはい。うん。じゃあまあ行くしかないでしょう。はい。じゃあ用意スタート。あれ行くしかない。行くしかないね。もう30秒もうアカウント始まってんねんから。いやそんな。あいやそうなんじゃないのよ。30秒以内に1回押しましょうじゃないから。10秒前。こっから。うん。はいはいはい。もうこの辺から行くよもうな。最後の5秒でガーや。4。はいあもうないで。うん。2、1。うん。何してんの。さあ。お前いやいやちゃうやん。回数分かっとるわ分かっとるわ。ちょっと菅原さん本当いいですか。はい菅原、はい、ちょっといいですか。すいません。意外に強そうやな菅原な、うん、本気で連打しよう、はい、初めて菅原行くぞ。いやほんやよーいはいえスタート。おお行ってる行ってる。あれお前押してる。15秒経過。ほんまか。あえぐんを我慢してる。ほんまかお前。いやいやほんま。押すね。あでも押してるな。押してはおるな。6。4前。すごいもう。いやなんか新規は多いよね。終了。ほんまか。マジで。マジで。普通何回。100回。よし。よし。アホの数字やな。押し方がなんか。なんかちょっと来てた。来てた。なんか袋の後半からさ、もう潰れてない。あでもちょっとでも。痛い。痛い。痛い。いやだから我慢や。いややっぱじゃすごいな。我慢や。すごいわ。すごいすごいすごい。歯に力を入れたらなんかできる。歯に拷問の時やないか。電気。まあこの企画採用されたら、まあ、連打いろんな組み合わせともできるので、うん、今度こそお色気に絡めたり。あなるほどなるほど。あいいね。女性の胸の上とかで連打ゲームをするとか。あいいね。オッケー思った。はいはいはい、緩いって緩いって聞いてる。彼女がええでも。まあそういうお色気とかつなげてやっていきたいかなと思っております。はいはいはい、自分の特技やもんね。そうですね。わかりました。はい、本領本領そっちですね。はい、ありがとうございました。すごいな。わかりました。さあ、新内登場。はい。はい。水飲んで。うん、いけますか。はい。はい。すいません。私の名前と菅原敦史と申しまして、はい、千九。なんで？なんだそのアーチ菅と菅。あーチなんかねロゴみたいなねなんか、うん、僕こういう字書くんですよ。はい、別に興味ないです。はい、うん、1996年の9月24日生まれ、うん、26歳なんで、はい、26歳、はいはい、覚えといてください、はい、覚えといてください。覚えといて。まあまあはい、まあ、職業が AD。 ひっくり返んねん。こうじゃないあんま寝っ転がんねん。次どうすんの。次どうすんの。次は寝くりますけど。次はもちろん寝くりますけど。もう一回やってもらっていいですか。はい、名前が名前が菅原敦史。はいはいはい。1996年の9月24日。ああ、はい、まあ覚えるなら覚えたいな。はい、今年27歳。27歳。職業が AD。初めてやっぽいな。こんなやつ初めてやわ。AD とは思われへんスケッチ。大体な全部カメめくっていくからな。AD ってちゃんとめくれるやつが AD やねんけどな。そこの担当番組は首になりましたよ、また。横から。どこから急にできたいと。ちゃんと番組首になって。あと何種類なんですか。ちょうどその頃にあのこの番組 の, あの YouTube の、 あの回数がちょっと落ちてきたなと思って。我々のまあね、はいはいはい、それはまあ、はい、菅原出てないってことだね、はい、そこは、うん、まあ僕が出なくなったから落ちたって言っても過言じゃないのかな、うん、全然そんなことないです。
ったんです。ほんまにお前のこと一瞬みんな忘れてたから。うん、でそこで、うん、今のは飲み込める？飲み込めますか今のは？大丈夫です。大丈夫。はい、うん、そこで再生回数上げるために何が必要なんだろう、結果、うん、僕が帰ってくることかなと。あ、そう思いはったやな。はい、この時点でもう回ってるってこと？この再生数も。あ、でもぐんぐん。ぐんぐん。ぐんぐん。まあ確かにまあ1回目2回目のあのクルーンは良かったからね。担当番組クビになって、うん、僕がちょっと行ってる局、うん、で知り合いが多かったので、はいはい、ちょっと3、4人ほど取材させてもらって、うん、はいはいはい、全員が口を揃えて言ってたのが、うん、嘘つきだった。いや、嘘、これこそ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 嘘。どういう嘘だっていう話だった。放送直前に最後のチェックのところがあるんです。許可取ってるとか、はい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 、こういうの大丈夫、大事ですよねそれ。大丈夫大丈夫って言うんですけど、全部できてる。あれ、いや、そんなから、それはあかんやん。これ持ってる、持ってる、持ってる。いやいや、それ事実かどうかだけの話や、持ってるというよりは。だから、うん、なんだこれ今被告人持ってる、傍聴席におられる警察官、これ持ってるな、俺ら裁判官いややわそんな。いやでもそういう事実があったわけでしょ、うんうん、だから大体嘘、大何が今言ってることが、うん、言ってることが大体嘘、うん、あったんやろお前が、そういうことが過去にできてるっつってできてなかったことが。めっちゃ怖い顔してる、めっちゃ怖い顔してる今。そうなんですよ。怖っ、めっちゃ怖い。まあやだから、うん、そうそう、事実を教えて。じゃ、多少あっただけです、うん、多少あったんやろ。あったやったらしょうがないやん、うん、で3人がそれを見てたんや、うん、嘘つきっていう、はい、うん、それ呼ばわりされるのしょうがないでしょ、それは。飲み込んだ。え、だから、え、クビになった直接の原因は何なの？本人はそう、どう聞いてるかです、うん、はいはいはい、そうね。僕は、うん、聞いてないんですよ。うもういきなりクビって言われた。あ、そうそうそう、本当に本当に。あ、理由は、理由が理由も分からんねや。はい、なんでなんですか、教えてくださいよと言わなかった。言わなかったです。なんで？分かりましたって。なんか、うん、まあ慣れてんのかな。まあまあ1回目ではないからな、クビになることは。またかぐらいのこと。あ、それは聞いてるんですか？あ、もちろん聞いてます。あの3月が生放送とかもやってた番組で、その本当に嘘つかれたりされると本当放送事故になったりとかすると。なのでもう番組が総合的に考えて、そういうことね、危機管理。おい、な泣くんやったよそでやってな。泣いちゃうんです、泣いちゃうんです。こんな菅原でも出れば回るってことよね。そうです、はいはいはい、さっきプレゼンであった通り、あの大食いって、まあ、この番組でもいいコンテンツだと思うんですけど、食っていうものはなくしたくないんですよ。なので僕が今回持ってきた、えらい地球規模みたいな言い方するなお前は。SDGs 的な、食っていうのはなくしたくない、なくしたくない、地球上から。はい、ということで僕が今回持ってきた企画が、あの激辛対決。今の何だ、裏見してね。一緒やんけ。何それ、それいつ出てくるやつやったん、それ。なあ、じゃあ一回書いて、あ、なんかちょっとちっちゃいなとか変だなって思ったから、書き直したの。あ、書き直してそれない。すごいな、ちゃんと。なんで一番ずついかないの、こう。クリンっていけるわけや、それだからな。はい、お前が持ってきたのが、激辛対決。激辛対決、激辛対決を持ってきました。何やそれ。いいね、いいね、いいね、良くなってきたよ。クリーンゲーが良くなってきたよ。激辛対決で何ですか、これは企画なんですか。企画って書いてないですけどね。あ、でもそうっすね。え、どういうことですか。一緒やねん、企画名って。分かへんの。あ、企画名やったんすね。あ、そうです。あ、でもちょっと字ちっちゃいな、なんか。あ、見にくいとかこっちが。いらんねん。見たことあるかテレビで、お前それ。クリーンゲーがこいつやっぱ。フリップゲーじゃないで、クリンゲーやで。それをも期待してまうからやな。クリンっていくからね、企画名が欲しい。はいはい、もうどっちでもいいですよ、はい、とりあえず、はい、今企画名っていうのがありました。激辛、はいはい、対決っていうのをしたいなと思ってまして、うん、はいはい、で僕あの大食いだけじゃなくて、はい、僕あの辛さに僕強いんで。あ、まあ確かに痺れにも強かったもんね、さっきね、はい、っていうのがあるんで、またちょっとブクロさんと対決したいなと。そうやな、だから別に普通の激辛だったら変わらへんで、そんな何も。なんかそれに菅原的なエッセンスが入ってるのかどうかですよ、うん、シンプルな激辛対決。シンプル激辛対決。菅原どれぐらい、何やそのお金や。行きつけのラーメンやお前。キムタクもやるもんな。どういう、キムタクこうやもんな。今のどういうこと。なあ、でもこれ見てください、めっちゃ綺麗に盛れる。そうね。
か均等に力がかかるんで、はい、綺麗に割れやすい。じゃあ今箸部門は菅原が一歩リードです、はい、辛さはどれぐらいのやつを食べてきたんですか？ココイチとかだったら全然5辛とかいける。あ、5辛いける、はい、じゃあもう大好物やん、はい、あで袋はどうなんですか？ココイチ行ったら。ココイチはもう普通です。普通で十分。1辛もいかない。1辛もいかない。いかない。1辛ちょっと辛い、うん、いやまあもう行ったことないね、うん、行こうと思わない。5辛行っちゃったらもうそれは、まあ、無理ない、うん、っていう2人が今から対決する、うん、はい、はい、いいんですね、はい、いきますよ、はい、普通にもう始めちゃっていいんですよね。そういう曲だな。いいですよね、はい、何も仕掛けないですよね。ないですよね。わ、ね、はい、うん、かりました。よーいスタート。いけよ、ね、袋一応勝ちにいけよお前、うん、あでも、うん、あれ全然菅原が あ辛いわ。いやこれでもいけよ、いけるんじゃない。いけるっちゃいけんじゃない。いや辛い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 。菅原が、あれ、いや袋めっちゃ辛いわ。いやいやいや袋いけるやろ。そのちょっとぐらいやったらいけるやろ。あめっちゃ痺れてるもん今もう。もう菅原、あ喉痛い喉痛い。菅原ちょっとリードしてるぞ。あかんわこれ。あれ菅原。うわ。菅原。うん。うわ、うん。何汗かくわこれ、うん、もうこの一口で。すっごい俺のこと目キラキラして見てるけど。いやあかん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 。そんな辛いの。おお。蒙古タンメンとかより辛いって。いや俺だ食わへんからあれやけど、うん、もう今の一口で。いやいや何やこの絵。水飲んでるやつとなんかゴニョゴニョ言ってるやつと。ギブアップです。いやいやまあまあまあ待てよ待てよ。ギブアップです。もうこんなん無理や。いやいやギブアップ、ギブアップしたらあいつもやめちゃうからあかんよ。一応やってる。俺はだから俺はもう無理やで、うん、だから菅原がどんだけ、うん、この YouTube のどこが回んねんなあどういう何を求めてある人がいるんだよな。名だたる人たちがやってきてんねんこれなあなんなんこれ。何これなあマジで。全部食べた。食べ終わったらちょっとフリップだけ出させてくれ、はい、うん、首この番組も首です。な泣いてるわほらもう泣いてる。ああまあしょうがないよね。最後、うん、どうするこれ本編でもやる。いやです。やらないです。えやらないです、うん、この涙見たら本編でもやるか。絶対やめとけこんなもん。やろうか。絶対やめとけな。今回プレゼンいろいろしていただきましたけども、はい、これだけ採用です。なわけないやろお前。何歩ほど頑張ったよ。これだけあなた方全然ダメでした。これだけ採用です。はい、こんな回ないよ。次週早速これやります。やるか。二度と出るなお前は。